こんにちは、知財経営で日本一になるサラです。今回は特許出願をする前に確認必須な5つのポイントをお伝えします。多くの人が見落としがちなことなので、ぜひ今回の話を聞いていただきたいです。僕は知財コンサルでありながらも自分自身で起業をして、で災害遭難救助要請用のドローンの開発をしてまして、でそのことに関する特許を出願して、で実際に特許を取得してますので、起業家の立場でお話をします。僕が自ら経験したからよくわかるんですけども、いいアイデアを思いつくとつい有頂天になってしまって、特許を早く出そうと焦ってしまうんですよね。他の人に先を越されてはいけないと。でそうすると抜け落ちてしまう観点が出てくるんですね。で僕自身も実際に自分で特許を出して、圧縮がよかったなと思うことは正直ありました。ただ僕の場合は結果オーライだったのでまだ良かったです。ですが後でやっぱ特許出さなければよかったとか、もっと慎重に考えればよかったということにならないように、事前の確認をしっかりすべきです。それでは確認が必須なポイントを5つ見ていきましょう。まず1つ目はアイデアの抜け漏れがないかということです。いいアイデアを思いつくと、これは最高のアイデアだと思い上がってしまって、で冷静さを失って爪が甘くなるということがよくあります。で皆さんも経験ありませんか？僕はよくあります。で特許を出すからには、その特許出願1件になるべく多くの内容を盛り込ん で権利範囲が広くて強い特許を取得するべきです。そのためには実体的な場面を具体的に想定したり、未来を予測するということをしてアイデアを詰め込むことが大事です。細かい話はここではしないので、ぜひ過去の動画を見てみてください。続いて2つ目はアイデアの実現可能性はあるかということです。面白いアイデアを考えても、それを商品やサービスにできるかどうかを考えるのが大事なんですね。一見どれだけ素晴らしいアイデアでも、それが商品やサービスにならずに形にならなかったら、ほぼ何も意味ないですよね。でここで検討が必要なこととしては、例えば技術的に可能なのかということですとか、それから法律面はクリアできるのかということですとか、それから商品サービスにするための費用は現実的なのかといったことです。僕も特許を出した当時のことを考えると、まあ、正直その技術面のことや法律面の検討が甘かったなと思ってます。特に技術面ですね。で今考えれば、当時の通信技術では今計画していることの実現は難しかったなと思ってます。でそこから3年ほど経って、技術やインフラが進歩して、で十分な水準に達して結果オーライだったんですけども、まあ、本来はもうちょっとちゃんと具体的に考えるべきだったなと思ってます。続いて3つ目は、特許出願の目的は何かということです。当たり前のことなんですけども、特許を出すということは何かしらの目的があるわけです。なのでその目的が妥当なのかということを考えるべきです。例えばアイデアを守るため、アイデアを売るため、資金調達のため、他社との協業のためなど、目的はいろいろありえますが、それらの目的を達成できるのかということを考えるべきです。例えば特許を取って、でその特許になったアイデアをどっかの会社に売ろうとした時に、本当にそれが売れるのかということをしっかり考えるべきですね。特許というのはなかなか売るのが難しいです。なのでもし売れなかったら、そのアイデアを自分で実現するための開発を行って、でその時にその資金調達とか他社との協業のためにその特許を活用するなど、その目的を複数持つといいということなんですね。そのようにした方が断然特許を活かせる可能性が高まります。続いて4つ目は、費用対効果を見込めるかということです。特許の取得にかかる費用というのは安くありません。どれくらいかご存知ですか？だいたい特許出願の段階で40万から50万円前後で、特許取得まで行くと70万円から80万円前後ぐらいかかってくるんですね。なのでそれらの費用に見合うだけの効果があるのかをしっかり検討する必要があります。例えばこれからやろうとしているビジネスを特許で守ると言っても、もしそのビジネスの売上が1000万円程度しかいかないのであれば、あんまり特許で守る必要ないですよね。まあ、意味ないとは言わないですけども、費用対効果は低いです。で費用対効果を測る尺度は売上ではないですけども、何かしらの尺度で測った方がいいとは思います。そして最後5つ目、特許になる見込みがあるかということです。で特許出しても、そもそもそれが特許にならないものだったらあんまり意味ないですよね。でもちろん特許出願中というステータスは特許を出すだけで得られるので、それだけで良ければ特許になるかどうかはあまり考えなくてもいいかもしれません。ただ多くの場合は特許を取得することによって特許の効果が大きく発揮されるので、特許を取得できる見込みを立てた方がいいです。でこの時に必要なのが先行技術調査です。で要するに自分が考えたアイデアと似たものがすでに世の中にないかどうかを調べるものです。で基本的には先行技術調査をしっかりして、すでにあるアイデアと差別化をする必要があるんですね。で必要に応じてアイデアを再検討する必要があります。すでにこういうアイデアがあるから、うちは違うこういうものにしようといった具合です。はい、以上、特許出願をする前に確認必須なポイントを5つお伝えしました。特許を出すことを考えている方は、今回お伝えしたことを認識しておいていただけると幸いです。それでは今回の内容は以上となります。で引き続き特許などの知的財産に関する役立つ情報を中心に発信していき、それで世の中にですね大きく貢献していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。本動画をご覧いただきましてどうもありがとうございました。それではまた。